い、ということでね、2人が別室に移ってしまいました。はい、こちら3人になりましたね。そうそう、あ、なんか懐かしい。いや、懐かしい。確かにこの3人でキャラになっちゃった。確かに、まあ、この3人でけん玉とかやりましたもんね。それだって一番前じゃないですか。一番最初スプーン曲げしましたもん。やりましたもんね。なんかスプーンさ、曲げる前に折れましたよね。曲げる前にカチャンって言って折れて、えそうだ、あれだって初めましてだったよね、私たちは。私と祈りは初めまして。あれが初めましてで、すごい苦手だったの、沙織のこと。やめなさい。心をまだ閉ざしてたんだ。そう、私の南京錠がまだ。わかるわかる、俺と信長みたいな感じのね。あ、そういうことだと思いますよ。そうなんだ。始まりはっていうね、そう、今ではこんな仲良しです。そうそう、え、信長さんガチャンコだったんですか。信長さんの話することだった。最初ガチャンコだガチャンコでした。ガチャンコだった、本当に。お互い優勝最悪で、反動でなんだ。ガッチャンコの反動でビヨーンと行くんですよ。ビヨーンと仲良くなるのね、うん、みんなも仲良 い友達いっぱい作ってください。はい、はい、そしてこの話はここで終わり。はい、はい、そうですね。